今回は100円ショップキャンドゥで見つけたキャンプ皿を紹介します。108円で見つけました。最初にこの緑を買って、後でっていうか最近この2つを買い足しました。小さく深めなので使いやすいです。ちょうどここにこの指がはまって持ちやすい。大きさ的にはこれがよくあるアウトドア用の皿に比べてだいぶコンパクト。サイズ的には18センチの 17.5 センチぐらい。丸いところが深くて、なぜかたくさんある GSI のカップがぴったりと収まります。本当にぴったりで、この GSI のカップはスタッキングができます。キャンドゥで買ったお皿もスタッキングができるので、3枚セットを持っていってもこんなにコンパクト。なかなか登山っていうか、ちょっと外で食事するときにあるとなかなか便利。重さを測ると 75g。 シェラカップはちょっと浅い感じです。まあ乗らなくはない感じ。箸置きはないんですけど、このカップ部分が少し表に出っ張っているので引っかかったり、普通に入れても OK。 ほぼ今こんな感じで食事してます。みんなでキャンプや登山に行った時にこういうお皿があると、おつまみなどを3種類置けるので結構便利です。で、これでキャンドゥで108円。メイドインジャパンで、素材はポリプロピレン、耐熱温度は120度まで。本日は100円ショップキャンドゥで見つけたキャンプ皿を紹介しました。深くてカップも置けて安い、なかなか使いやすいキャンプ皿です。しかもメイドインジャパン。